在妊娠中の方、小さなお子様にはご参加をご遠慮いただいております。現在妊娠中の方やご質問のある方はお近くの撮影にまでお越しください。なお、バックの方にお手当てがございませんので、必要な方はお持ちください。それではバックの撮影とは最初までもうしばらくお待ちください。の代表作バックドラフトで実際に使われた特殊効果をご紹介いたします。それではご覧いただきましょう。ユニバーサルスタジオプレゼンツスペクトラフト。どうしたのこの部屋だ。火は時間をかけて内部を燃やし、酸素がなくなると勢いを弱めくすぶりながら何も知らない顔の空気を入れるのを待つ。開ける前にチェックしたか。ドラフト、それは火災現場でよく見られる現象です。火が部屋中の酸素を燃やし尽くし、可燃性のガスだけが残り、温度は1000度を起こします。そこに空気が入り込むと大爆発を起こすんです。それがバックドラフト。いや、ロン・ハワードです。映画監督の僕にとってこの言葉は違う意味を持っています。バックドラフトとは、過酷な撮影条件の中で火災と消防士の命がけの活動をリアルに描こうと奮闘した俳優とスタッフの姿なんです。脚本を書いたグレゴリー・ワイデンは元消防士です。彼は映画化にあたり、火災のシーンは本物の炎の中で撮影することを強く主張しました。しかしそれは俳優にとってもスタッフにとっても非常に危険なことでした。我々は毎日頻度が上がる炎の中で灰にまみれながら撮影を行ったんです。複雑な特殊効果を使うためリハーサルからして大変でした。まず最初に俳優のリハーサルです。次にカメラ。よし、もう一回行こう。特殊効果が加わって本番です。よーし、スタート。これは映画のワンシーンです。壁を取り壊せ。短いシーンですが、大変な時間と手間がかかりました。重要なのはリアリティです。シカゴにある本物の古い倉庫を使い、内部に火をつけてから外側にも火をつけ、そして吹き飛ばしました。消防士はよく炎を獣に例えます。スタッフたちの努力で作り出された炎はまさに恐ろしい獣でした。次は特殊効果がどうやって作られたか、その舞台裏をご紹介しましょう。そこで俳優たちが見せたプロ根性も感じてもらえることと思います。ああ、それからこれからご覧になることは真似しないでください。撮影中はシカゴ消防署の消防士が立ち会い、きちんと消火をしてくれました。消防署からのメッセージがあります。街でサイレンが聞こえたら道を開けること。それは一刻を争う事態なんです。前の方に続いてお進みください。
アクション。
週末した感じで動かず、神殿な空気が入る、今や今年と待ち構えています。